配信します。お疲れ様でした。ね、情熱大陸ね。めっちゃ語ったけど、聞き応えあり。おお、よかったです。すごい質問してくれて嬉しかった。うん、さすが司会者ですね。ベートーベンさん見た。司会者です。気圧が気圧がすごいな。気圧がどぎついですわ。うん、頭痛、まあ、最近頭痛毎日なんだけども、今日はちょっと何かヘルメットかぶってる感覚になる。気圧が低い時そう孫悟空孫悟空のあのカチューシャで締め付けられとる時のあの感覚。悟空のカチューシャ、あ、最勇気、そうそう、最勇気のカチューシャです。でも最近ね、そう、ほぼ頭痛で薬飲んでるから、なんだっけ、そう、病院でもらったやつ1日1個飲んでるけど、なんだ、痛み止めかな。そう、飲みすぎないようにしたいけどね。そうそうそう、胃がね、胃悪くなるって。だから
ご飯食べた後に飲むのがいいっていうけどね。食後に飲むのって、あ、そういう意味があったんだって思った。食後に飲んでくださいって書いてあるけど、胃の負担があったんかしら。溶け込みやすいっていうのもあるか。胃薬はね、なんかあの自分で持ってるやつ飲んだりしてる。ちょっとやっぱ胃薬飲んでるから、めっちゃあの肌の調子が良い。胃薬とビタミンの錠剤、やっぱすごいわ胃薬。なんかね、いいんだよね。ビタミンがいいんかもしれんけど、どっちも飲むといいよ。なんか胃が悪くない時でも飲み続けて大丈夫ですって買った時に言われて、肌の調子とかも良くなります。あ、そうなんだ、じゃあ買いますって言って買ったんだけどさ、食欲不振にもいい。胃もたれ、これめっちゃいいわ。乳酸菌とかも入ってる。なんかおすすめされたやつ。これは多分、あ、あれだ、その薬局のグループが作ってるっていうか販売してるやつ。うん、錠剤だよ。もう半分ぐらい飲んだかも。そうそうそう、多分これを飲み続けてもそういいやつなんかなと思って。サプリ的なやつなんか、フルーツ今日食べた。フルーツうん、逆流性うわ最近ない。なんかフルーツがいっぱい乗ってるワッフル食べた。ね、胃の調子って顔に出るよね。逆流性っていうかなんかあるよね。ムカムカしたり、こう逆流してくる感じのやつよね。
違うんかな、なんか一回ここまで来た時あった、あれ、ギリギリでした。昨夜油淋鶏定食とジャンボ餃子を食べたがさすがに苦しくなった幸せやな、なんか幸せやんでもそう、最近それはない、私も今日フルーツがいっぱい乗ったワッフル食べたけど、あの大きいお皿にちゃんとワッフル あって半分ぐらい食べた時に、あ、結構多いなと思ったけど食べたワッフルって結構お腹にたまるよね、全部食べたよ。あ、これってなんか2人で1個のやつと思ったけど、丸い、そう、大きめのお皿の、うん、でもその時は食欲なくてワッフルなら食べれるかと思って頼んだんですけど、結局なんかオムライスとかよりも多くないと思った。あれなんか最初クロフルとあの迷って、で結局フルーツが食べたくなって直前にフルーツワッフルに変えたんですよ。これはクロフルにする流れだったかと思ったけど、なんか食べれたっていうのも、私はワッフルが久しぶりに食べたんですけど、やっぱりワッフル好きだったなっていうの思い出した。めっちゃ昔ワッフルを初めて食べた時に感動して、そんなこと思い出したよ。またワッフル食べたい。ワッフル食べたいな。ワッフル食べたいな。そう、なんか一回、そう、小学生の頃に友達の家に遊びに行った時に、そこのキッチンのところにあったワッフル入れ物の中にあった、そう、ワッフルがあったの。それを食べた時に、そう、美味しくて、違うよ、あのつまみ食いじゃありませんよ、食べていいよって違いますよ、ちょっと話変わってくるんで、それは話変わってきますわ。で、食べたらめっちゃ美味しくてでもその後またおかわりして
最後の1個取ったもん。最後の1個まで取れた。こんなに美味しいのものがあったなんて。いや、高岡ではワッフルはなかったんですよ。ワッフルというものは。ワッフルを食べるとしたら、ワッフル屋さんか、カフェのワッフルか、その子の家のお母さんが作ったワッフル。その3か所にしかない。うん、そう、めっちゃ美味しかった。そう、マネキン好き、チョコのやつが好き。でもやっぱプレーンが美味しいね。それを思い出したよね。そういえばって。ワッフル食べたい、ワッフル食べたい。美味しすぎる。美味しすぎるわ。私がこれは無限に食べれるなって思うのは枝豆。枝豆、うん、ワッフルじゃない。枝豆なら無限に食べれるよ。ワッフルは今日分かったから、お皿のあの丸いの限界。あー、お酒のおつまみ。いや、もうつまみとかじゃなくて、もうメインよ。枝豆がメインよ。おいしい。枝豆を全部取った状態で、もう本当に枝豆に してお皿に入れて流し込むように食べてみたい。ラーメンのスープみたいに食べてみたくない？でもそれやったら
枝豆のあの枝豆が入ってる入れ物にさ塩がついとるやん。塩がないよね。ちゃんとし塩振ったがいいんか。塩もあって美味しいけどね。枝豆の入れ物でのまま食べるのが美味しいんか。いやでも単品も美味しいと思うんだけどね。そういう食べ方してみたいな。枝豆サラダ。あんなシンプルで素朴な味なのに美味しい。ビールに合うの？枝豆って。確かになんかおつまみので売っとるお菓子とか枝豆味とかあるもん。ブラックペッパー味と枝豆味。バジルソースで和えたサラダ美味しそう。バジル好きなんよね。意外と私お酒に飲まんけどお酒に合うものは好きかも。おつまみってあれですよね。枝豆とかポテサラは違う。イカの刺身とか。あ、塩辛か。塩辛の方か。でも実際ポテサラはご飯が合うこれちょっと分かれる。えって方と分かるって方。かまぼこも好きよ。かまぼこのわさびついとうの好き。いやだ、ポテサラ、ポテサラはご飯が合うよ。嫌でしょ。嫌な方は嫌でしょ。分かる方は分かる、分かるやけど、嫌な方はやだーって。家じゃない、家じゃないけど合わん。あ、お好み焼きにご飯大好き。お好み焼きにご飯大好き。めっちゃ合う。めっちゃ合うよ。関西、関西なの？関西はそうなの？それは関西人しかやってない。え、嘘でしょ。嘘。たこ焼きはなんか違うかもな。お好み焼きよ。焼きそばにご飯？ああ、全然あり。全然あり。関東では…てんてんてん。関東では違う。
関西でも食べない人もいる。あ、そうなんだ。え、じゃあ結構珍しいのかな。あれ、福岡はまずお好み焼き屋さん全然ないんだけど。なんか家でお好み焼き作って、でご飯は白米は結構当たり前だった。なんだろうね、お好み焼き屋さん。あー、パスタとご飯は確かに違うかもね。広島のお好み焼きは麺が入っとるけ。でも私もう元から麺が入っとる方が好きで。でも福岡はまあお好み焼き屋さんあっても麺は入ってないのが多かった。そしたら広島に来たら全部ほぼ全部麺が入ってるから、天国。麺入ってないやつも好きだけど、でも入ってなかったらご飯欲しい。おでんとご飯合わんね。シチューも実際合わん。シチューとご飯合わん。どっちかっていうとパンがいいな。なんでだろうな。おでんとご飯合う？最後なんか雑炊っていうかみたいにするってこと。なんか浸してご飯浸して食べるってこと。湯豆腐でご飯、湯豆腐のあのタレによるよね。食べれんことはないけど。あ、おでんは美味しいよね。もんじゃとご飯、もんじゃはもんじゃに集中するのがなんでもう大変だもんね。すき焼きとご飯は合うと思う。てかあったかもしんない。すき焼きとご飯は牛丼ってあるもんね。牛丼屋さんがあんなにあるんだからそれは合うか。すき焼き丼美味しそう。
食べたい。もしかして一番ご飯に合うのってすき焼きだったりした？いや、卵かけご飯かな、一番合うのって。まやっぱり TKG にはかなわん、何事も。あー、すき焼きとうどんめっちゃ合うね。TKG に勝るもんなし。 TKG 納豆トッピングフフフ納豆トッピング、納豆卵かけご飯。おいしい、おいしい。すき焼きうどん食べたい。最近キムチ食べてない。最近キムチ食べてない。確かに焼肉も合うね。焼肉は実際白いご飯があるからさらに美味しくなる。焼肉とご飯とキムチ。と炭酸ジュース。食べたくなるやんね。まあ確かにハンバーグもご飯あったら嬉しいけど、ステーキハンバーグならなくてもいいかな。ハンバーグの旨味をハンバーグで終わらすっていうというやり方もあり。でも焼肉も、まあ、焼肉だけ食べる日みたいな。とりあえず焼肉だけお願いします。まあ独立もできる、焼肉さんは。ただし卵は、ご飯を必要としている。卵さんはご飯を必要としている。としたら TKG なんかでも実際 TKG は殿堂入りしてる可能性もある。もうそれはだってもうずるいよみたいな。それはずるいよ、連れ出したらずるいよっていう可能性もある。反則だよって。でも TKG こだわり、こだわりはないかも。美味しいのは食べたいけど。今まで TKG は全て美味しかったから。あ、専用の醤油確かにあるね。私まだ夜ご飯食べてないからな。でも今日は決まっとるんよ、何作るか。
バター焼き作る、最近ハマってるやつ。これから作る。今回はご飯も一緒になんかバターつけて焼こうかなと思っとるけど、鮭と野菜のバター焼き、そうバターライスにしようかなって。でも私レンジで作りたいから、もう普通にご飯パックのご飯を一旦どうしようかなを入れてバター乗せてレンジでチンしようかなみたいな。ちょっと無理があるかな、どうしよう。無理があるかいな。それかもう普通にご飯なしでいくか。そう、一旦パックは温めてから一緒にまた野菜とかと一緒に焼いたチンした方がいいんかな。もう最初に温めたがいい、温めたやつをまた一緒にやったがいい。冷たいままやってもねって感じ。バター焦げそう。そうだよ。バターね、どうしようか、どうしよう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 。ご飯そのまま、そのままって温めずに一緒に。パックご飯やったら1分半で温めるけどね、熱々に。でもその鮭と野菜は4分ぐらい温めてるから、温めたがいいか。どうしようかな。あ、半分温めよう。半分温めて半分は納豆ご飯にしよう。いや、私ご飯最近っていうかもずっとパックご飯なんですよ。炊飯器はあるんだけどね、全然炊かない。毎日食べないからね、ご飯。そう。そうなんよ。としたらパックご飯結構重宝しております。前まではちゃんと炊飯器で炊いてて、で余ったら冷凍してたんだけどね。
今ね不足しとんね。そうそう、1分半でできるっていうのはめっちゃ強いね。一番サイズが小さいパックご飯いつも買ってる。ソース半分にできる半分にできるのか、もうもともと半分になってるやつ。めっちゃちょうどいい。大盛り買う？大盛り？逆に大盛り あるんや。300大盛りやねもう胃がやっぱすごいですね。違うんですね。300だったらもう私は納豆ご飯2個ダブルとかでもうお腹いっぱいになりそう。おかずは納豆だけでいいですって。意外と。でもそっか、お米ってダイエットにならんか。すごい健康になるけど。お米とパンはお米とパンってもうすごいですもんね。手っ取り早く健康にはなりますよ。やっぱお米は美味しい、美味しいけどやっぱすごいっていうもんね。パン。パン美味しいよね。トーストとか。はね、なんか多分お米よりやっぱ胃の調子にも加わってきそうな気がする。美味しいんだけど。めっちゃ美味しいとか肌荒れとかね。パンには何かそういうものがありそう。パンっていうか調理パンか。パンとコーヒー合わせたら良くない？え？セットじゃないの？パンとコーヒーって。よくない組み合わせをセットとして。ありますけどね。確立してますけどね。よくない説もある。
パンとコーヒーって言ったら、今日パちゃんとカフェ行ったんですけど、パちゃんはワッフルとコーヒーフロート頼んでましたけど良くない組み合わせをしていたんですから。まさかまさか、私は目の前で良くない組み合わせをしている。ありゃりゃ。私はワッフルとあのメロンソーダ、まだまだいけてる、メロンソーダの方が。パリセ、パリセはメロンソーダよ。え、ダメ。パリセと語れる。パリセと話せる。ま、紅茶も。メロンソーダ、そう。めっちゃおしゃれなメロンソーダ。でもなんかカフェであのミルク頼んどるのすごいなって思う。そう、冷たいミルク。牛乳ですね。ミルクという名の牛乳。ホットなもん、あ、逆にホットか、ホットの牛乳すごいな。ホットミルクね。そう、私はミルクに関してはそうセンサーが。センサー働くからな。でもホットミルクってなんか可愛い、なんか動物の赤ちゃんみたいな感じ、可愛いな。冬ね。カフェオレ、カフェオレは飲めて、カフェラテはギリギリかな。カフェラテでもお店によってなんかミルク強いとこあるから、分かれますね。だからカフェラテ頼むときはちょっと勇気がいる。コーヒー牛乳はギリギリ。ギリギリの真ん中。あと1ミリでアウトになるかもしれんし、
その真ん中にいる。ミルクティーいけるけど、北海道産生クリーム使用とかやったらちょっとんって期間限定で生クリーム使用とかやったらうーんって結構魅力強い、やっぱりバニラアイスは好きよ。でも多分バニラアイスもなんか牛乳っていう文字が入っとったらこれはってなる。これはてんてんてん。うん、でも普通のあのスーパーのやつとかのバニラが好きよ。ソフトクリームも好きですよ。よく食べる。何時だっけな、何時からか寝たんですけどね、一回。今日朝一でなんかまあ会って、でその後昼まで寝て、でカフェ行って、で帰ってきてからまた寝てって感じです。寝た。そう、現実逃避。現実逃避や。現実かーって。現実は現実。だから寝たい。
けそうでいけなさそう。あら、とりあえず配信終わったら夜ご飯作ることからやね。生きていきますか。普通に息を吸って普通に吐いて。みんながいれば生きていける気がする。私は最強になれる。ありがとう。とりあえず。とりあえずありがとうと言わせて。ありがとう。やまっ。ナンバのひさとさん、みつるんさん、キャスパー大くん、バリーさん、たかひろさん、まいせんたん、パルコンさん、神戸のひっ
きさん、生きたさん、ロックオンさん、ゆうすけさん、こっぺさん、せいやんさん、菩薩ハンカソーさん、ぬぬ、マヘドラさん、けいさん、まっぴさん、のぶさん、なりさん、けせらん、ぱっさーらんさん、台湾のこうさん、鳥取太郎さん、オーサムさん、ケリーさん、ホタテ様、ウッシーさん、ゆいぞうさん、マサさん、りょうさん、高尾さやか34号さん、ときわさん、メガバイトちゃん、50アップくん、カズさん、ありがとう。今来たよ、ありがとう。売れトマト売れトマト、売れトマトです。うん、ありがとう。よし、料理しますかね。ここでもうやっぱりカップラーメンにしようって思わない、私偉い。ありがとう。ありがとう。明日の格言どうしよう。何しようか。どなどな、どなどな、どないしようか。どなどな、どないしようか。どなどなどないしようか。降りてこないなぁ。